コーヒーにスジャータ。スジャータが4時をお知らせします。今は24、5度。このままどうなんだ、急激的に秋冬に突撃するのかな。するどうかな。え、このまま寒くなるかな。これぐらいがでもいいですね。あんまり暑すぎるのは、うん、俺もちょっと昨日ちょっと名古屋だって、うん、ちょっと何その理解なんだ。女の子とちょっと飯でも行こうかなと思った。みんなスマップのコンサートに行ったの。あらら、スマップに負けちゃいましたか。本当にもう年もそこそこなのにみんなスマップのコンサート行っちゃうんだよ。で、ワンのが50時近くでしょ。冗談じゃん。スマップのコンサートか。そう、やっぱ人気なんだよ。それと知ったらもうプロデューサーがキャバクラおごるって言ったからそっち行けばよかったんだよ。弱ってなんかすっごい損したみたいな気がするの。え、今日はね、それと待ってたんですか。いや、そういうわけじゃないけど、僕もちょっと飲んでたり食ってたりしてたんだけど。ただね、ロケがね、はい、夜中の9時半ぐらいまで。夜中の9時半ってよくわかんない。ごめん、よくわかんない。言い方おかしいけど、夜の9時半で7軒食い物屋行ったのよ。食べ物って腹いっぱいになるともうダメだな。食べないといけないロケですか。カツ丼だとか鶏丼だとかパンダなんだか7軒。なんか炭水化物が多いですね。辛いですね、それは。食べ物ってなんかみんなね、よくほら、いや、食べ物のロケの番組ってあるじゃない、はい、こうやってみんなうまそうに食べてんじゃない、でもさすがにね、食べ物だけは腹いっぱいの時のロケってきついね。ですよ。もうそれだけは勘弁してくれっていうね。もうキャバクラみたいな、女の子はいくらいたって別にそれは全然きつくないんだけどさ、いろんなキャバクラに行くとかそんでも全然きつくないんだけど、はい、食べ物だけはダメだな。7軒はちょっと。7軒はね、ほんで出されたもの残すとさ、失礼じゃない。言い訳するの、いや、まあ、次行きますんでこれだけ形だけっていう。なんかね、うん、全部食べないとさ。でなんかカレーも行ったんだ。行ったところの人は、もう来てくれたからって言っていっぱいサービスしてくれたりとか、多めに出したりとか。すごい嬉しいんですけど、うん、やっぱねきついよね。だからテレビなんかの場合、みんなが視聴者が見てて、ああ楽そうなやつって意外ときついのよ、うんうんうん、俺のゴルフ番組なんかもそうだけど、ね、きついんですか。意外ときついのよ。朝早いとかいろいろと意外ときついのよ。他のお客さんがやってる合間を縫ってちょこちょこやるとか、ね、雨が降ってもやらなくちゃいけないとか、嵐が来てもやらなくちゃいけないって意外ときついのよ。そうか、うん、で、まあ、このようにラジオの場合はさ、うん、もう5秒間黙ってるとこれは放送事故だから、ね、もう 4.8 秒ぐらいからもう言われたんだね。いろいろ仕事っていうのはねきついのよ、そういう意味じゃね。もうちんたらちんたら僕はやってるように見えんだけど、はい、まあ現実にはちんたらしてるんだよ。見えますよ。意外とね大変なのよ ね、 ね、うん、はい、まあそんなこんなでそろそろテーマ曲いきましょうか。高田純次、河合美智子の東京パラダイス。改めまして高田純次、はい、ね、今このガラスのブースでほら給付ね、はい、振るのもあれだってもう50肩とか40肩で手が上がんなかったら振れないんだから。首をクッと前に出す。そうですね、何だか分からない。仕事は大変なのよ、毎日毎日の連続だから ね、 ね、うん、あなたはどうなの今、楽な仕事しかしてないんじゃないの。今もうきつくてしょうがないです。あ、そうきついの。いや、舞台の稽古なんで。あ、大阪の仕事も生もやりながらな。そうですね、舞台の、それはあなた自分の好みでやってるからだろ。そうなんですけど、あまりにもきついんだ。あ、そう、曜日がわからなくなって演技 の、 あの枠が狭いからな。そう、俺みたいに広い人は広い、ね、楽にできる。いろんな引き出し出したらいいから。やりたい。やっぱもう演技の幅広くならないと、ね、もう持ってるものが全然違う。そう、月曜日もそんな、またほら私が刑務部長の役で影の季節ってやるの、あれも広い演技の幅の中の一つの引き出し出してるだけ。引き出しですね。どっからどんな役でも、どんな役でも僕はこなすよ。まあそんなこんなで、はい、ね、今日も皆さんからのエピソードを募集します、うん、今月のマンスリーピックアップのテーマは高田さんからお願いします、はい、大騒ぎでした、大騒ぎでした。
例えば夏休みにロサンゼルスに遊びに行きました。生まれて初めての海外旅行だったんですが、一緒に行った友達が途中でパスポートをなくしてしまったんです、うん、もう大騒ぎでした。パスポートは大変だからな。引き出すと取られちゃったよ。なんか日本人のパスポートってなんか人気らしいんだよ。人気なんですか？人気とかいろいろ偽造するために。そう、いろんななんかだから気をつけないと。私香港に珍しく海外旅行、初めてのプライベートな旅行、香港行く日にパスポートがなくて残念したことが。パスポートないってどういうことなの？わかんないないんです。その前の日にパスポート取ってあったの？取ってありましたよ。で前の日にもちゃんと前の日に用意をしようと思ったら、どこを探してもうち中をひっくり返してないんですよ。人間じゃない。パスポートなんかちゃんと分かるところに置いとくのよ。俺なんかあの電飾つけておいてるんだけど何かの時に海外旅行があったらもうパスポートは絶対必要だからって。電飾そうだよ。でもね本当にね、そんなところに入れるわけないじゃんっていう、引き出しの一番下に入ってて、その前のね、だからなんかでやっぱ大事なもんだと思ってしまっちゃうの。意外と忘れちゃうから、しょっちゅう行かないと。あれはちょっとね、不思議なんです。でもその前に申し込みするときにパスポート出して書いたりとかしてるから、そんなところにしまうはずはないんですけど、そんなことがあって大変でした。同じパスポートでもな、ディズニーランドのパスポート出したんでしょ。ちょっとね反抗してもらったりとかしてもらってもしょうがないからな。はい、などなど大騒ぎでしたというテーマでエピソードをお寄せください、はい、採用させていただいた方には高田純次さんが筆で書いた番組タイトルをステッカーにして貼ったトーパラグッズの中から一つ選んでプレゼントいたします。筆で書いてんだ。はい、なはい、またグレート高田の人生経典コーナーでは川出書房新社から好評発売中、人生経典の著者グレート高田先生にあなたの悩みを相談してみませんか。ただし笑って元気になれる人生相談ですので、あまり深刻な悩みではなく、どちらかというと軽い悩みにしてください、うん、もしくは深刻な内容でもグレート高田先生の回答に対して怒ったりしない、それの分かる方なら大歓迎です。好評発売中ということでも、ずいぶん長い間やっぱ発売してるんだね。そうですよ ねそういうことです、はい、じっくりと演歌と同じよ。じっくりじわじわだと ね、はい、どちらの受付もこの番号へお願いします。電話番号が東京0333591134、いいみよちゃん、東京0333591134、そしてファックス番号が東京0352691138、いいみは、東京0352691138です。はい、それでは今日も東京パラダイススタートです。高田純次、河合美智子の東京パラダイス、文化放送がお送りします。高田のトピックス宇宙人みたいな、うん、俺頭きちゃってさ。何が？今週の水曜日、はい、で俺ちょっと駐車場から出るときにちょっと見にくいのよ、はい、あのちょっと壁があったりして、お家の、うん、うん、でいや家っていうかね、まあ、駐車場借りてるところのでっかいミラーがあるんだけど、うん、であのそれでも見えないからってさ、ちょっと小さなミラー1980円で、うん、あのねこう買ってきて、はいはい、でそれがこうあのワンタッチでこうポールにつけるやつなの、はいはい、でまあかなりあの、はい、なんていうのこのクリップがきついんだけど、はい、ほんでつけていろいろこう方向なんか合わせて、はい、でちょっと30分ぐらいあの支度があるから、うん、で部屋に帰って、はい、でまた来たでしょ、ほんで車こう出そうとしてさ、さーっと見たらさ、ねえんだよなあれ、あ下落っこっちゃったから降りて探してもねえんだよ。なんとわずか30分の間にもう取ってったやつがいるんだ。俺も間違ってた。そういうのってでも本当腹立ちますよね。腹立った。自動販売機に金入れて出てこないやつよりも腹立った。どうってことないミラーなのよ。別にそんなかっこよくもないしさ、ただまあ、あのちょっと見えるっていう感じでちょっとあの黒いクリップでつけてあるぐらいのさ、でミラーもいわゆるほら鏡のミラーじゃなくてちょっと紙っぽいこう鏡になってるやつ、安いやつで、うん、俺ショック受けちゃって1908円だから買えよというさ俺もさ、俺押してんのかななんて思った自分が悲しくて降りて探したわずか30分、正確には28分ぐらいだね。いやまあやられたもんな。よくだからね、ちょっと取りやすいようにあのしといた方もいけないんだと言うけど、別に取りやすくしたわけじゃないんだけど、あったまにもど次か次の日慌ててだから今度はネジで締めるやつを買ってきて夜中でも、それは2800円ぐらいしたんだけど夜中でも覗いてやりするんだよ。取られてないかなこの2800円のミラーで俺の大事な時間どれだけ潰すの
いや、ね、本当値段じゃないですからね。値段じゃないんだよ、ね、本当に。ショックですよね。本当ショックが大きくてさ、本当にもうがっくりしちゃった。しかし、まあ30分腹立つな。そうだよな。うん、だから意外とほら週刊誌買ったけど見ないうちにどっかほら あの新幹線なのに忘れちゃってまた買おうなんていう時のほら、うん、意外とあれ買わないもんだぜ。買わない、見てないけども、同じ本をさ、うん、買うっていうのはなかなかしないよ。300円ぐらいの雑誌でも、うん、買いたくないですね。 それはなんか悔しいから。単行本なんかも最初の 2,3 ページ見たら読んでないなと思ってさ、やっぱ 2,3 円するんじゃない、うん、本当買ってくと家に積んであったりするんだよな。そう、あるある、最近多いそれ。そうだよな。うん、そう、俺歌詞って本が俺好きで、まあ、週刊文春社宮部みゆき、あれもないないないと思ったら、前一緒にやってた早見優に貸したまんまなんだ。なんとか取り返さないと。あいつ結局返せないんでやんのな。こんなことするうちに子供なんか産んじゃってよ。何をブツブツ言ってるんですか。ブツブツ。あんたはどうなんや、まあ、芝居が大変なのね。芝居が大変ですけど、うん、それいつ放映なの。放映じゃないじゃん。舞台9月の22から30まで、うん、新宿のシアタートップフっていう。いや、別にそこまで詳しく言ってくれたら言わなかったんだけど、とりあえず、ね、うん、もうあと少しだね。もう少し、2週間切る。今が追い込みだな、はい、あ、やっぱなんか顔がこうやつれた感じ。もうなんかもう本当に、ね、毎日今日がいつなんだか分かんないような感じ でなんか女優さんも綺麗な女優さんもそこまでガタガタ来るのかなっていう嫌な感じ。今日は可愛いですよ。でもだから、うん、あの車を結構置いてるから、うん、あの車で行ってないんで。お酒飲んじゃう、うん、飲まないけど、うん、あのずっと置いといたんですよ、うん、だから久しぶりにこの間、私も水曜日ぐらいかな、うん、乗ろうと思ったら猫の足跡だらけ。あれ頭きちゃうよな。CM なんかないけどな。もうね、うん、上ももう何ボンネットも、ね、何どこもかしこも猫の。あ、猫舐めてると意外とね、小傷がつくからな。そう、小傷がすごいついてるんですよ。まあ、まあ私の、うん、自分でぶつけたから横ベコベコなんですけど。ね、だってもう査察したって、査察じゃないや、査定したって1万とか2万だろ。お金くださいっていう。あるからな。いや、本当に弱っちゃうよね、まあ、毎日生きてるといろんなことがあらね。はい、はい、高田純次、河合美智子の東京パラダイス。はい、今日は今月のマンスリーピックアップのテーマ、大騒ぎでしたで、お電話とファックスを受け付けています、うん、電話番号が東京0333591134、いいみよちゃん、東京0333591134、そしてファックス番号が東京0352691138、いいみは、東京0352691138です。またグレート高田の人生経典コーナーも同じ番号で受け付けています。そういうことですね。では今月のマンスリーピックアップのテーマ、はい、大騒ぎでしたをね、はい、紹介するんだけど、なんと、はい、宇多田ヒカルが結婚しちゃったじゃないか。はい、19だよ、はい、年商も9億も10億も稼ぐ19歳の娘が、何もそんな早く結婚しなくたっていいだろう。なんででしょうね、しかも15歳も年上ですよ。冗談じゃないよ。私と同い年なんですよね、旦那さん。あら、まあでも俺は三船美佳の結婚よりもちょっとショックは少なかったけどな。あ、16だよ、旦那30いくつで。ねえ、冗談で、俺何のため55歳まで生きてる意味があんのよ。あんまりないかも。本当ないだろ。なんでだもん俺は。え、ね、19歳どんな早く結婚しなくたっていいでしょう。でね、できちゃった結婚でもないんですよね。いや、それはできちゃってんだろうけどよ。あ、できちゃった子供はできてるかどうか分かんないけどよ、うん、だからわざわざそんな急いで結婚することね、急いですることはないのにな。9億も10億もあれやな、素敵なホテルだって行けるだろうし。何の話でしょうか。なんだよ、10代でな、どうなっておる。最近若い人で早いですね。31になって行けない女性もいるのにね。よかったね。いいですね、嫁ぎましただって。しかも入ってない、嫁ぎたいよな。金持ち嫁いでみたい。私も1200、年商1200億の旦那が、旦那じゃないや、親父が、旦那のお父さんが1200億円だよ。それで旦那さんはすごい新進気鋭のカメラマン。言うことはないだ。なんこれ、まあ、親父はうちの親父はもう細く長くで、うん、俺も55年食っちゃったからもう夢ないな。チャンネルやめましょう、なんか。な、悲しくなってきますよ。なんかな、そんなこんなでもハガキもう読むのも嫌になってる。ざっくりしちゃってよ、本当に。ダメダメ。世の中どうなってんだこれ、本当によ。悲しいですね。はい、とりあえずね。はい。はい、
秋の小川さん、匿名のね、はい、千葉県勝浦市の33歳の子育て主婦さん、33歳若い主婦で、ほら、はい、もう33歳でも子供いるんだ、おいいいですね、うん、31、2歳で子供いない人もいるし、いや私4です、あもう4なんだゲゲって言わないの、ゲって食べてるね、ねえ、うま超える秋だね朝起きて、はい、子供たちに、子供たちとか子供多いんだな、うん、朝ごはんを食べさせ、お皿を洗っていったら水がポタッと止まってしまい、うん、水がポタッピタッとな、もう些細なことにもうね、ケチをつける断水です、はい、仕方ないので子供たちと家の周りをぐるっとお散歩して帰ってきたら、うん、なんと我が家の玄関から水がジャージャー溢れ出ているではありませんか、あ流しの排水口を付近がピタッと塞いでしまい、水が溢れ出してしまったんです、私は蛇口を閉めてなかったんですね、断水台だからそれ開いてた、いつでも、ね、断水はすぐ解除になったようです、キッチンは水浸し、子供たちだけはわーい、プールだプールだーと水のかけっこをして大騒ぎをしてましたという感じなんでね、俺も最近断水はうちはないかな、でも夜中とかあんのかな、あ意外と生きてる間、生きてる間じゃない、生活してる間断水が夜死んでんの、夜死んで、俺も時々寝ててね、2秒ぐらい息しない時があるらしいんだ、スッと止まったらしいの、あれ怖い、うちのお父さんもそうです、ピタッと止まるから、あれ気をつけないと、なんだかよく見ててもらって、はいはいって起こしてくんないとさ、うん、もう大変なんだよな、もう年取るといろいろね、うん、下の方は緩くなるしね、もう大変だはい、ということでね、はい、な誰でしたっけ、子育て主婦さん、はい、ね、でも秋の方が半端です、あそうかそうか子供何、子供たちっていうか2人以上はいるということですよね、そういうことだな、子供たちだからな、うん、33歳で頑張ってるねはい、続きましてはですね、豊島区の、67歳の主婦の方で、この方も匿名希望の方でございます、はい、孫が 2から4歳だった頃、うん、夏祭り時期になると私のところに遊びに来るんです、うん、主人は可愛い可愛い孫たちのためにいろいろ買ってくるんです、うん、本当に大騒ぎ、うん、今は孫も大きくなったので遊びに来ることもなく、主人も亡くなってしまいました、うん、あの大騒ぎしていた時が懐かしいです、うん、ああやっぱ孫大きくなっちゃうとなかなか来ないんだな、孫っつってもな、うん、40歳50歳だと思うな孫っていうと可愛いイメージがあるから、小さい頃のな、ありますよね、あだから大体ね、おじいちゃんおばあちゃんは孫にはもうね、もう何でも買ってあげちゃうんだ、そうな、分かるそれ、うん、だから意外とだからね、子供関係の商品は意外と売れるな、やったな、あのファッションなんかも今中学生のやったから、あ中学生がもう今着飾って綺麗になって大変よ、なんかね、小学生とか中学生とかでなんかカリスマモデルとかいるんだ、いるんだろ、それがまた可愛い子なんだよ、すごいな、ほんでみんなお父さんお母さんお金使うから、可愛い、世の中、まあ、世の中明るくなっていいのかも分かんないけどさ、俺たちが中学の頃は着るものはほとんど親父のお下がりではないけど、何着てたってな、中学の頃ズボンは履いてたよな、うん、ズボンは履いてたけどあれ買った記憶ないな、お小学校の頃はとにかくね、お正月が近づく前に、うん、あのお正月用のジャンバーとか買ってくれるんだ、そうですよ、で12月20日ぐらいに買うだろ、うん、はいはい、でお正月元旦まで取っとくんだよ、着ないので、元旦になると着せてくれる、ジャンバー一つ買うのも大変だったな、年が変わって、ちょっと普段何着てたんだろうな、なんか着てたよな、でも全裸で過ごしてた記憶がね、多分ないと思うそんなにでもね、あれ特会引っかいろんなの着てるってことではなかったですよね、でもズボンとか履いてたから、それどっかで買ったんだな、それは買ったんじゃないですか、でも昔はお母さんが作ってくれたとか、そんなの、いやそんな記憶ねえな、どっかやっぱ近くの洋品店が親父のお下がりかなんか履いてたのかなT シャツって知らないけど、そんな宝家の事情はっていうかどうでもいいけど別に俺ね、小学校の学芸会の時にね、なんかね、あのみんなほら出るじゃない、舞台に上がってよくやるじゃない、で親父がね、あの学芸会用に行ってね、今度ね上着を着せてくれたのよ、うんうんうん、ね、であのみんなほら新しい服で出るじゃん、はい、ところが俺ね暑くて脱いじゃったのよ、暑くて脱いだら下のセーターが肘が破けてたらしいんだよそれ見て、親父が、お前なんで俺見に来たんだ、それ言われちゃったけど、親にしてみらな、ね、かわいそうだ、考えてみら、親もな、一生懸命さ、着飾った子供が暑いからね、いや、破けてるセーター、あ、でもセーター着てたから、セーターはどっかで買ったんだろうな買ったんじゃないんですか、まあ、だけの事情はいいか、うん、そういうことなんだな、うん、
まあそんなことだ。はい、うん、交通情報とお知らせの後は素敵なプレゼントのお知らせがあります、はい。ここで三菱電機がお送りする文化放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐藤さん、お願いします。はい、東名高速道路が工事で渋滞しています。焼津付近工事のために下りが2キロ、上り線4キロの渋滞、上り線清水富士間の袖師トンネル付近も工事で2キロ渋滞しています。関越道上り線練馬出口1キロの混雑です。箱根の国道1号線上りは山崎で2キロの渋滞、戸塚区原宿で上り3キロの渋滞、湘南国道134号線下りは鎌倉市七里ヶ浜で3キロ、千葉の国道6号線上りは柏の旧日光街道入り口が先頭で断続的に7キロつながっています。首都高速道路は事故や故障車に伴う渋滞はありません。環状線が先頭で3号線上り断続的に駒沢、4号線は新宿まで、霞ヶ関まで3号線洋賀から45分、高井戸からは25分です。道路交通情報センターでした。ありがとうございました。次の文化放送交通情報は5時45分頃お伝えします。 ETC 車線を通行できます。え、今の何？ ETC どこ？まさかコンサルボックス？お、薄い小さい日本最小 ETC ポケットティッシュサイズ。ちょっと何このイヤリング。え、チェンジスフォルベル三菱電機。生命のマヨネーズ。生命のマヨネーズ。生命って命のことかな。そう、安心と美味しさにこだわったってこと。朝どり卵やキャノーラなど全てを天然素材で作りました。お問い合わせ 0493-62-3177。 安心と美味しさにこだわって卵。緑豊かな吉祥寺、井の頭通りにメガネドラッグ、店内広々、種類いろいろ、信用第一、これモットー、もっとあなたに良いメガネ、メガネドラッグで見つかります。メガネドラッグ吉祥寺本店。あなたの常識大丈夫ですか？日本常識力検定試験11月24日日曜日、ただいま受験申し込み受付中。さあ、あなたも常識力に挑戦してみませんか？ホームページは常識力 .com、 お問い合わせは 0120-76-2353、 日本常識力検定協会へ。皆さんお元気ですか？泉谷しげるですよ。ミュージックバトル決戦は日曜日、今度の放送のゲストはですね、渋谷野音で一緒にライブをしたレオナちゃんですよ。メールとファックスを送っていただければ豪華プレゼントが当たるチャンスもございます。毎週日曜日お昼12時からはミュージックバトル決戦は日曜日をよろしくお願いします。文化放送公演ファミリーマートプレゼンツアーティン&ファイヤージャパンツアー2002、11月27日、28日、29日東京国際フォーラムホール A にて、9月28日より発売開始。あのモーリスホワイトが完全復活。詳しくは03-5474-9999 ザックまで。高田純次、かわいみつこの東京パラダイス。はい、いつもはここでお電話をつないでいますが、今日はスタジオに素敵なプレゼントを持ったお客様がお二人いらっしゃっています。ね、素敵なね、ちょっとね、お召し物和服のように見えますけど、それは和服でよろしいんですかね。誰が見ても和服だと思います。素晴らしい感じでね。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介、どちらから。こちらの素敵な、こちらのじゃ素敵なお嬢様から。はい、はい、あの越後湯沢の湯沢ニューオータニホテルから参りました、はい、おかみの酒井明子と申します。明子ちゃんね、見た目高校出てからほんのちょっと経った感じかな。もう、ね、さっきから笑いすぎてどうしました。いや、藤原のりかみの、ね、はい、そしてもうお一方が、はい、同じく越後湯沢温泉から参りました、うん、湯沢グランドホテル岡村山恵子でございます。素敵な感じでね、どっちかすると米倉涼子にかな。そうですね、ね、感じのね、素晴らしいこの和服でね、はい、いい感じですね。ちょっとまたね、いつもとは違う雰囲気の大人の雰囲気が、ね、しっとりしたね。恥ずかしいですね。いやいや、もう全然恥ずかしいことないです、はい、私どもの方が恥ずかしいから。まだ嫁に行ってないんですよ。恥ずかしい。いいじゃないですか。はい、ということで、彼女どういうことなんですか。はい、もうすぐですね、うん、レッツゴー新潟キャンペーンというのが始まるそうなんです。これから新潟はね、秋から冬にかけていいからね、新幹線だけで1時間
20分15分か20分で行っちゃうからね。はい、ね、まあ、徒歩とかハイキングとかな、そういうのと東京からね、ハイキングはちょっと大変かなと思いますけれども、はいはい、でこれはどんな内容を、レッツゴー新潟キャンペーン、はいはい、そうですね、この残暑が終わりまして、はい、本当にこれから秋の気配を感じる頃になって、はい、やっぱり皆さん どちらかに行きたいなっていう気持ちになると、ね、そんな時に、まあ、耳寄りの話ということで、はい、私たちが計画いたしました盛りだくさんの企画がございます、はい、これ、レッツゴー新潟キャンペーンでございますが、うん、まあ、いろいろとスタンプラリーとかそれからクーポンサービスとかのそういうことがありますが、はい、そういうところに施設とかいろいろ利用していただきまして、はい、特典を重ねていただきますと素敵なプレゼントがいただかれたり、はい、お土産がもらえたり、いろんなそんなの企画 の、ね、あのものでございます。まあ、これからね、はい、秋口にかけて行くところはもう越後湯沢しかないと、そういうことですよね。そうですね、もうぜひぜひということですね。このキャンペーンはあの期間は、はい、今月の14日から11月30日まで約2ヶ月半長い間やってんですね。いたします。秋の間ずっとやっております、はい、なんかハンコみたいなこのおでこかなんかねペタッと押されるなんだおでこどっかなんかそういうなんかそれはあの応募はがきとかがありまして、はい、それは新潟県内の協賛施設さん、うん、あの446箇所あるんですが、そこにはもちろん置いてますが、あと首都圏の JR の各駅、はい、それから新潟に隣接している自動車道のサービスエリア、はい、道の駅、はい、ガソリンスタンドなどにすべて置いてございます。いろんなところにね、手に入れてください。あ、まあ、もし機会があったらうちにも置こうかな、うん、うちにも置いてしょうがないね、来ないからね行かないと行かないと思うからね。レッツゴーだからレッツゴー新潟キャンプ、うん、僕もね新潟ね、はい、あの何回か行ってるんですけどね、もう生ものも美味しいしね、本当ですね、もう非常に近くなりました、ね、非常にやっぱね、はい、うん、そういう意味ではね、はい、冬はスノボースキー、俺なんかもね、はい、プロ級のスノボーのあれだから、うん、嘘つきねえ、これからいいやね、おしゃれですよね。はい、なんかパンフレットとか応募はがきは今の言った400箇所以上のところにあるんですか。事務局の方にご連絡をいただければ郵送もしていただけるんですよね、うん、ということで事務局の電話番号をお伝えしておきます、うん、はい、025-280-5254、はい、025-280-5254です。はい、まあ、これくれないの間違いないね、間違えると他のところかかっちゃう、ね、それは当たり前だって。秋の新潟の観光っていうのはおすすめなところはありますか。そうですね、いや、もう新潟県はこれからもの海の幸山の幸のところの雰囲気がございますけども、山は紅葉で、ね、そう、本当にこれからいい季節、それで私どもの近いところではもう田園風景が本当に素晴らしく、これからね、お米の新米が取れるいい時になります。ああ、ね、もうちょっとね、じゃあ9月の半ば過ぎますとそれぞれのところが稲刈りが始まっておいしい新米ができる。9月半ばものが稲刈りなんだ。そうです、新潟コシヒカリですね、はい、そうです、それから地酒ですね、それから特色のあるお風呂、お風呂、新潟美人と4つ揃っております。全部揃っちゃってんだよな、新潟行くしかないですね、うん、お酒も美味しいし ね、 ね、特色のあるお風呂ってのはどうなんですか。ブワーッとせり上がってくるとかお風呂怖いそれ、ね、お肌がすべすべになって、ね、そうやって本当にもう自然に温まって、ね、もう上がってからも温まってくる、うん、本当にもうそれが本当の温泉でしょうね、沸かしじゃなくて本当に源泉から来たずるとそれがそう、ね、もう上がった後上がった後にぬくもりが上がる。お嬢様二人もまあ肌綺麗だし美しいし、うん、本当ねこの世のものとも思えない感じだよね素晴らしい美しいね感じで、やはり新潟生まれなんですか、お二方は。私はさようでございます、新潟です。こちらのお嬢様は違うってことね。はい、あきこちゃん大阪生まれでございます。やっぱりね、なんでやっぱり何を根拠に、やっぱりもういろんなところで大生まれになってんだなと思ってねえ、新潟そうか、とりあえず今近くなったからな、はい、そうですよね、うん、本当行きやすくなりましたから、トンネルを抜けるともう別の世界、うん、そうですね、怖い雪国じゃん、コマコアなんて出てきた、そうです、俺そこまでしか知らねえんだ私も停車場になんて秋の観光となると新潟県全体になるとまあ、弥彦のね菊祭りだとか、うん、あるいはあとそれぞれの部署のところで山芋会とかそういうそれぞれの催し物がございますけど、ね、そういうのがありますけども、やっぱりとにかく、まあ、景色が綺麗っていうことはまず一番ですよね。あ、おかみさん方はこれからいろんなところこれから東京で回るんだ、ほんで新潟をキャンペーンするんですか。そうです、はい、たすきをかけて、たすきをかけて、はい、大変だ、富士山なんかも登るかもかね、大変でも大変ね、キャンペーン一つにとって ね、 そうでしょう。でもまあ、まあ、私たち今湯沢を寄せていただいてますが、湯沢の方になると今度は皆さんのね三大渓谷であります清津峡、
でそれからあとあの奥只見の遊覧船の中の奥只見見たら素晴らしい景色になります。奥只見の名前は聞いたことありますけども、奥只見ね、ただという字は口辺に下にひげが生えてますねえ、なるほどね、はい、それでは最後にですね、それぞれのホテルの PR を簡単にお願いできますでしょうか。じゃあそうですね、どちらから、伊沢ニューオータニホテルさん。はい、ニューオータニホテル、はい、はい、私どもはあの名前の通りこの近くのホテルニューオータニのグループホテルでございますが、ね、はい、特にあの高齢の方、障害の方に優しい宿作りというのを目指しております、うん、はい、館内に段差をなくして手すりをつけて、うん、はい、それからあの文字は大きく、それから従業員も言葉はゆっくりと優しくと、そういう優しい宿作りを目指しております。特に目玉があの4つのお風呂が、特色のあるお風呂がございまして、それぞれお入りいただくと、明日の朝にはもう見違えるような、使用前使用後のような、そういう美男子になっちゃう、美女美男子。僕もね、あの携帯の電話、字が大きいやつに変えました。大事ですね、それは大事だと思うんですよ、はい、これからの時代は特にそういうことを意識した宿作りをしております、はい、ぜひ遊びにお越しくださいませ。ね、大変ですよやっぱね、うん、そしてこちら、はい、グランドホテルです、はい、私のところはですね、本当に駅から降りましたらすぐも見えます、本当にもう2分のところのところでございますが、はい、あのもうそれこそここ温泉がいいところですので、はい、お風呂の素晴らしいのを平成 10年の10月に6億5千万かけてお風呂だけを作ったんです。あらあら、お風呂だけの部屋で6億5千万、6億ぐらいにして5千万、なんとかこっちの方がそのできたお風呂でですね、うん、あのお風呂上がりのところでタイムサービスですけど、うん、ワンドリンク付きのおビール、おジュース、それから冷酒、好きなもの一杯だけお客様に毎日サービスにしてる。あ、そう、はい、まあ、それぞれ一杯ぐらいにしとかないとね、そうです、ただじゃね、きついもんね。それかあのおしゃれですね、あとはエステ、それから赤すり、中あの韓国の赤すり、それから中国の足つぼ、はい、もう国際色豊かでやっておりますので、出るんだ、はい、これ楽しみですね、これそうですね、それでこれからそれが終わってすっきりしたところで美味しいお酒を飲みながら、うん、やっていただくということでございますが、ちょうどねこの湯沢はですね、今年上越新幹線開業になって20周年を迎えるんです。あらら、早いもんだね。素晴らしいことなんじゃないですか。でそれにちなんでですね、あのまあこういういちご湯沢がこうなっているところにちょっと今いいニュースが入りまして、三河健一さんが湯沢の人という、あら、三河健一さんって歌手の方ですね。そうです、あ分かってる、そうやってなってますのでね、はい、本当にここいいところ、またいい、あの、ね、アクセスの近いところで、はい、ぜひぜひお届けしたいと思います。ありがとうございます。黙ってるとずっと駅に喋りそうなんだね。素敵なおかみさんみたい、痛い、素敵なおかみさんにあのプレゼントを持ってきていただきました、はいはい、番組をお聞きの方にプレゼントです、はい、今日ご紹介しました湯沢温泉、湯沢ニューオータニホテルと湯沢温泉、湯沢グランドホテルの宿泊券をそれぞれ1組2名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はおはがきでお申し込みください、はい、宛先は郵便番号 160-8000 に文化放送高田純次、河合美智子の東京パラダイス、新潟宿泊券プレゼントの係まで、お名前、ご住所、電話番号、年齢、職業、そしてどちらのホテルの宿泊券をご希望かを忘れずにお書きください、うん、9月11日水曜日の消し印まで有効です、ね、これからは紅葉、もみじ、もみじだよね、紅葉はね、そうです、そう、僕ごめんなさい、イボジなの飛んで落ちたかな。まあいいことだよね、はい、もうありがとうございます、本当にね、どうもわざわざね、素敵なおかみさん2人にね、はい、来ていただきましたけど、はいはい、今日は湯沢温泉、湯沢ニューオータニホテルの酒井明子さんと、湯沢温泉、湯沢グランドホテルの村山恵子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、この後5時前まで今月のマンスリーピックアップのテーマ大騒ぎでしたで、お電話とファックスをお待ちしています。電話番号が東京0333591134、いいみよちゃん、東京0333591134、そしてファックス番号が、おはがきの場合は郵便番号 160-8000 に文化放送高田純次、河合美智子の東京パラダイス、大騒ぎでしたの係まで、お電話に出てお話ししてもいいよという方は電話番号も忘れずに、採用させていただいた方には東パラグッズの中から一つ選んでお送りします、はい、高田純次、河合美智子の東京パラダイス、パラダイスリクエスト、はい、今日のリクエストはですね、はい、川崎市の邦子さんという29歳の主婦の方からいただきました。お二人さんこんにちは、鼻歌すら歌ったことのない父ですが、うん、私の結婚式の時ハンカチで額を拭きながら両親をはじめ16人の親類でチェリッシュの
テントウムシのサンバを歌っている塩見で目頭が熱くなってしまいました。ということでリクエストチェリッシュのテントウムシのサンバをいただきました。いいね、そういうお父さんのなんかわかるね、一生懸命歌うね、知ってる曲はこれぐらいしかなかったんじゃないの、当時のヒット曲のあれで、恥ずかしいと思いますよ、やっぱり花嫁の父ということですもん ね、 ね、学生街の喫茶店で歌ってもまたちょっとあれしなまあガロだとあまりにもマニアックすぎるしなあがた無料だったら余計マニアックだからな、ね、結婚式にはふさわしくないですからね、結婚式にはちょっとなやっぱり、ね、ってやり始めたらなやっぱりテントウムシのサンバっていうのは ね、 そこそこね、あの定番ですからね、ということで、はい、それではくにこさんのリクエスト曲です、チェリッシュでテントウムシのサンバ。はい、パラダイスリクエストのコーナーでは皆さんからのリクエストを募集しています。リクエスト曲とその曲にまつわる思い出のエピソードを書いておはがきでお送りください。宛先は郵便番号 160-8002 文化放送高田純次河合道子の東京パラダイス、パラダイスリクエストの係です。住所、氏名、年齢、職業を忘れずにお書きください。採用させていただいた方にはトーパラグッズの中から一つ選んでお送りします、はい、たくさんのご応募お待ちしています。高田純次、河合道子の東京パラダイス、ごめん、シェーファークラブ、ごめん、何フライングしてるんですか、ごめんごめん、高田さんって言ったら言われたから何を踊ってるんですか、はい、高田純次さんと私河合美津子が毎週交互におすすめの映画を紹介するシネマクラブのコーナーでございます、はい、でまあ、ということで今週はね、うん、あの私なんですけどね、これちょっとね、5年前のアメリカ映画なんですけどね、はい、U ターンという映画、これは意外とね、U ターン、こういう聞いたことないでしょ、これね、うん、あのキャストはね、うん、キャストっていうかね、出演者はね、うん、ショーン・ペン、ジェニファー・ロベス、ニック・ノルティ、ジョン・ボイド、ビリー・ボブ・ソーントン、ビブ・タイラーとか、そうそう、すごいメンバーですよ、すごいメンバーで、これ内容もね、あのちょっとマニアックだけど面白いやつなのよ、意外とね、監督がオリバー・ストーンだよ、すごいじゃないですか、すごい、これが意外とね、みんな知らなかったです。知らない、こういう映画こそ宣伝してボン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 この時代にやれよかったのが、こんなわけのわかんない他の映画宣伝しちゃってさ、なんかすごい今日はすごいちゃんとシネマクラブっていうコーナーって感じがする、この U ターンのこのまたショーン・ペンショーン・ペンじゃないよ、分かってますよショーン・ペンがまたいい役、当たり役なのよ、どんなって、まあ、細かく言うと見る人がちょっとあれだから、えでもどいや言っちゃうと見る人が先入観があるから、ただあまだジェニファー・ロペスがまだそんなに、まあ、まだ、うん、まあ、そこそこは来てたけど、まあ、売れる前でまたこれも変わったやつな、この U ターン見といた方がいいと思うよ、どんな話なのかちょっと教えてくださいよ話をね、まあ、ちょっと車で来て街の入り口にこう U ターンね、OK っていう看板が出てたりするんだ、うん、もうそっから話が、U ターン OK っていうのは、よそ者お断りを意味するんだ、それ俺後で知ったんだけど、そう、街のね入り口に U ターン OK って書いてあったらね、そう来るなってことですね、そういうことなんだな、で、まあ、一応あのアリゾナ砂漠の、ど真ん中でさ、うん、あのちょっとあのショーン・ペンがちょっといろいろ災難になって呼んでくるんだけど、いろ、うん、んな災難をもうショーン・ペンが受けるんだけど、うん、まあ、最後のどんでん返しとかいろんなあるんだけど、あまり細かく言っちゃうとさ、何系ですか、何系、サスペンス系とか、うん、渋谷系とか原宿系とかそういうまあこれね、いやごめん、どっちかっていうとね、サスペンス、バイオレンス系かな、うん、いやでもなんか、うん、そのキャストを聞くと、うん、すごい見たくなりますよ ね、 すごいですよね、意外とね、ジェニファー・ロペスもいいしね、ニック・ノルティ、ジョン・ボイド、みんないいのよ、まあ、特にショーン・ペンがいいんだけども、はい、まあ、ショーン・ペン意外とこういう役やると、うん、意外とねちょっとダメな役なんだけど、そこまで言っちゃうんだけど、意外と当たり役なんだよ、ちょっとダメ男、うん、でこれもうビデオ屋さんにはもう新作じゃないから、そうですね、5年前これね見とくと、そう見とくと ね、うん、いやあれなかなかこんないい映画もできてんだなっていう、そんなにね、監督もオリバー・ストーンなのに、うん、そんなに話題にな話題にならなかったんだよ、ってないですね、うん、これはしてたかな、すごい今日はすごい掘り出し物だよ、掘り出し物本当ね、うん、これちょっと見て下手な映画見るよりもね、うん、全然あ1泊200円か300円ぐらいで借りられるから、はい、ね、あ今だともう古いから1週間ぐらい借りられるのか、その値段で、ちょっとこれ見てよ、これ見てなんかちょっと感想文っていうかファックス送ってみたかった、そうですね、さすがに純ちゃん目のつけどころが違うっていうぐらい
それ感想文じゃないって感想文じゃないけど感想文じゃないけどよかったよっていう、そうですね、ぜひね、皆さんに私は見ようっと、はい、ゆうたんね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、以上シネマクラブでした。高田純次、河合美智子の東京パラダイス、グレート高田の人生拠点コーナー。実は僕だって事務所の社員のことで悩んで悩んで、寝る前なんて社員のことしか考えてないからね。今あの子たちはどうしてるだろうか、危険な目に遭ってないだろうかとか、ほんと毎日のように枕を涙で濡らしているね。確かもう2年は寝てないかな。もう少し乾いた。なんで恥ずかしい、これもう何回やっても子供が文章読んでるわけじゃないんだから。もうすみません、すみません、抜けたように笑ってくるんだけど困るよ。そうだよ、はい、川出処方審査から、税抜き定額952円で絶賛発売中、高田純次さんの著書、うん、人生経典より引用させていただきました。人生経典はずっと永久に売り出してますから、はい、永久に絶賛発売中、好評発売中ですからね、はい、はい、このような素晴らしい人生訓を与えることによって悩める子羊たちを明るい明日へと導く水先案内人、グレート高田先生、はい、この人生経典コーナーはラジオを聞きの皆さんからお悩みをお寄せいただいてズバリお答えしていこうというものです。それではグレート高田先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、任せなさい。はい、それでは早速、はい、そうだね。何なんだ、はい、それでは本日の相談内容でございますけれども、はいはいはい、川口市のですね、うん、51歳の主婦の方からいただきました、はい、ファックスネームが悩める主婦さんでございます、はい、健康オタクの主人はぶら下がり健康器に始まり、ダンベル、ルームランナー、竹踏み、どれも三日坊主に終わり、通販で新しいのが出ると今度こそは続きそうだと言って欲しがるんです、うん、中年太りの主人を何も使わず高田さんのようにスリムにする方法を教えてください、うん、なるほど、こういうような健康器具買うってことはいいね。世の中にがよく流通するからね、品物でね。でいずれはハンガーになるとしてもね、ぶら下がり健康器なんかはね、うんうん、ダンベルなんかはいい、あの分賃になるにしてもね、もう非常にこういう流通システムではね、どんどんこういうのを買えばいいと思いますけどもね、はい、実は私もねスリムじゃないんですよ。違うんですか。お腹出てきちゃってね。これね、そうですか。意外とね時々ね、見たりするとね、ロケに行った時のあとやっぱお腹あたりがポコッとね出てたりする。やっぱね、これはね、夜10時過ぎに、まあ、食べちゃダメだね、大体、うんうん、動かないから、うんうん、あと簡単、すげえ普通世の中というのは意外と普通が異常だったりするんだもん。あとはね、一番いい方法はね、朝1時間のウォーキング、これが効くんだ。そんなこれ朝やってるんですか。ウォーキング、このランニングじゃなくてウォーキング、ああこれがね、ね、脂肪というのは別になくならない、お腹がへっこんだってたって、ただ脂肪が薄くなるだけな、脂肪そのものは、脂肪がキュッと縮まるけど、脂肪そのものはそんな取れないから、うんうん、ウォーキングがいい、これはもうベスト。それからね、プールで毎日1時間泳ぐ、1時間も1時間ももう、あとは歩くだけでもいいから、これが意外と効くんだ。あとお水を2リットルとか、ね、いや、お水を2リットルの、うん、で俺は今その3つともどれもやってないんだけど、やってないのだからいいのかもわかんない。やろうやろうという気持ちがね、うん、うん、でも中年太って、中年で太った方が肝臓がつくから、別にスリムになる必要ないんだよな。どうだろう、うん、そうっすね、うん、ねえ、うん、うん、あとはそうだね、思い切って200キロぐらいまで太ってみるか。逆に、ほんで太ってから100キロ痩せたら100キロだろ。すごい、おい、100キロも痩せたぜ。この気持ちが、人間気持ちだからですね。そういう気持ちだから、今もう何キロだか分かんないけども、うん、まあこれ書いてないから分かんないけど、うん、例えば60、70、80キロが70キロになったとしたって10キロだろ、ね、200キロが100キロになったら100キロ落としたぜっていう、自分自身の根性が全面的に押し出せんだろ。そうですね、あ、自信になりますよ。で、これ主人だから奥さんが言ってんだよね。そうです、奥さんがやっぱ言ってもしょうがないんだよこれな。本人がやる気にならない。そうですよね、子供にも勉強しろ勉強しろって言ったって子供やんないんだろ、ね、今やろうと思ったのになって、うん、ね、神代の昔からずっとそういう、もう全部言い訳ばっかしでしょ。そうです、ね、まあ、奥さんがこれどうのこうのとスリムにする方法を教えてくれ。あとは奥さんがそうだな、毎晩毎晩旦那に迫るからなこれだと多分3ヶ月間げっそりすると思う。もう
勘弁してくださいって。そう、もう勘弁してください。他のことでスリムになりますから許してくださいとまで言わせられると思うから。なるほど、毎晩毎晩毎晩ね。うん、これはいいかも。あ、だからもうすごいもうティーバッグとギンギンの履いてさ、それも黒がいいな、黒か紫か赤。黒がいいなって、それはグレート高田先生の好みでございますから。いやでも一般的な好みと俺はちょっと、クロスオーバーするから。そうですか。黒か紫か赤。あ、あとはビンビンの白ね。ちょっと光るラメの入った白。それのティーバッグでもオーバッグでもね、何でもいいから。うん。フロントティーバッグでもフロントオーでも何でも構わないから。それでももうとにかく3ヶ月間、はい、これすると旦那の方が他の多分ねスリムな方法を考えると思うから。そうですね、でも意外とこの主人もスリムになりたいと思ってないかもわかんない。わかんないからな。そうですね、うん、はい。それではこの辺で、グレート高田先生、今日のお言葉をいただきたいんですけれども、実るほど神戸を垂れる稲穂かな。うん。なせばなるじゃないか。なるんじゃないんだろ。なんか、うん、わかりました。ありがとうございます。ったか。来週もどうぞよろしくお願いいたします。神戸を垂れちゃうんだから、あら弱いのねなんて。そういうことか。そういうことだ。はい、東京パラダイスを聞きの皆さんも、グレート高田先生に悩みを相談してみませんか。ただし笑って元気になれる人生相談なので、あまり深刻な悩みは不向きかと思います。はい、どちらかというと軽い悩みにしてください。もしくは深刻な内容でもグレート高田先生の回答に対して怒ったりしないシャレのわかる方なら大歓迎です。はい、おはがきの宛先は郵便番号 160-8000 に、文化放送高田純次、河合美智子の東京パラダイス人生経典のコーナーです。採用させていただいた方には東京パラダイスオリジナルグッズをプレゼントします。はい、たくさんのおはがきお待ちしております。はい、高田純次、河合美智子の東京パラダイス。今週お客の間に綺麗なおじさんが、今日お二人もね、華やかなね。はい、先ほども華やかでしたけども ね、それに輪をかけて、輪をかけてね、華やかな、はい、もうピッチピチの、はい、ね、押せばポーンとおめでとう跳ね返りそうな肌のおじさんが入ってくれましたね。じゃあご自由にいいですか。はい、どういうご自由に。お名前が、お名前こちらの私の今お隣に座ってるね、はい、誰だの雰囲気な。黒木瞳って感じかな。うん、そうですかね。うん、あと加納姉妹の妹かなんか似た感じの美香さんです。美香さん、お名前なんておっしゃるの。レイカ。レイカちゃん。はい、レイカちゃんね、え、今年の夏はどっちかっていうとね、暖かかったからね。うん、で、河合さんの隣にいる方が、チカです。チカちゃん、チカちゃん、チカです。リカちゃんじゃない、チカちゃん。チカです。チカちゃん、これはリカって読むんじゃないんですか。いいんだよ、本人がチカだなあ、本人が言うのに間違いないじゃないかな。大三者が、へえ、レイカちゃんはお年はいくつ。19。ゲなんでゲ。お前歌だと同じじゃねえかよ。おいおいおい、どうすんだよ。チカちゃんはゲ。おいおい、棚の腰に乗れる可能性大なんだ。もういや、おじさん本当にのど人口おかしくなっちゃった。18と19ね。じゃあまずレイカちゃんの方のスリーサイズなんてあるんでしょ。あれはちょっと、あれちょっとね、じゃあ何やの DJ ふざけんじゃねえよとまで言われちゃいました。チカちゃんのスリーサイズは、いや言えない、言えないよな、 DJ ふざけんじゃねえよとね、可愛い感じでね。レイカちゃんはやっぱスタイルがいいね。ムッチンプリなんか今ジーパンで、これ腰が出てるね少し。大丈夫。大丈夫。あ、大丈夫なんだ。あんまりやっちゃってここ後ろのワネ分も出ちゃってたもんね。今ほら女の子へすらしルックでな。あれこれからどんどん時代的に下がってくのかな。もっと下までグワンガンガン。嬉しいですね。嬉しいやね。テニスルックみたいにスレスレまでこうね。何も言ってるね。親父もね、こう外出すようになったらね、腹が冷えて風邪ひいちゃうんだ。昔の親父ってあたりでベルトの中に入れてたから。入れてましたよね。ね、これ慣れだな、腹もな。とにかく可愛い。チカちゃんはどっちかすと誰に、内田ゆきかな。まあ、そんなとこでいいやな。はい、この後5時の時報に続いて、いよいよ高田さんが、チカちゃんとレイカちゃんに激しく迫ります。はい、お楽しみに。はい、
解読。小島決算底目宣言。サムスン15型フラットテレビが 50% オフ、税別14,800円。アイワ DVD プレイヤーが 40% オフ、税別17,500円。三洋デジタルカメラが 50% オフ、税別16,500円。安値世界一への挑戦。金木犀です。文化放送開局50周年記念ボイスオブピース2002、9月11日水曜日、渋谷公会堂で開催決定。出演泉谷茂、甲斐義弘、金木犀、ベイビーブー他。チケットは各プレイガイドにて好評発売中。お問い合わせは0333579999、文化放送チケットポートまで。琉球フェスティバル2002、上川聖人、パーシャクラブ、大島康勝、そして灘草々が話題の夏川りみの出演で10月13日日比谷野外音楽堂にて開催。チケット好評発売中。詳しくは0354538899、 M&I カンパニーまで。スジャータ、スジャータ、コーヒーにスジャータ。スジャータが5時をお知らせします。高田純次、石川恵美子の東京パラダイス。パラダイス。さあ、今週もやってまいりました純ちゃんのブラボーパラダイスコーナーでございます。はい、はい、それで2人だから ね、 そうね、うん、普通2人だと巷だと1人殴り倒しちゃってね、もう1人だけってないんだけど、なかなか仕事でね2人って言うとどこをどうやっていいかねなんかちょっとね、18と19だものね、はい、たまらんちんだよねこのコーナーはですね、自他ともに認めるクラブのお姉ちゃん好きの高田さんが毎週スタジオに来てくださるクラブ勤めの女性にテレンテクだと迫りまくるというコーナーでございます、はい、ラジオ好きの女性の方にはクラブ遊びの実態を知っていただくとともに、ちょっとシャイな男性には女性の口説き方の参考にしていただこうという名目でお送りしています。はい、はいはい、これは今日はですね、歌舞伎町にありますクラブラミア、はい、ね、夜でお越しいただきました。ピカちゃんとレイカちゃんなんだけど、18、19したらもう鉛筆が倒れただけでもね、笑っちゃうでしょ、ね、ちなみにちょっと100円ぐらいと倒してみようかな笑っちゃう。今のはちょっと同情だったね。合わせた。じゃあちょっとハイライト倒してみようかな。ほら笑っちゃう。だんだん笑いが切なくなって。親父よーなんつってさ。じゃあどちらからやっつけていこうか。まずチカちゃん。チカちゃんがそちらか。あ、チカちゃんね。チカちゃん18。お店に入ってどのくらいなの？5ヶ月です。5ヶ月って言ったら 5×30 は150日ぐらいしか経ってないんだね。うん、18歳でね。あの、印象に残ってるお客さんなんているの？印象に残ってるお客さんは、うん、なんか、うん、全財産あげるから、うん、女の子産んでくれって。うん、やろうだね。それは産んじゃった方がいいんじゃないかな。ただ全財産がどれくらいあるか分かんないからな。うん、とりあえず手持ちは5万。それは分かんないよ。確かめてからじゃないとね。ただの結婚したな、うん、その親父さんってのは1200億年商。すごい、ね、すごい。いくらか分かんないですもん。1200億ってのは数えらんないからなおお、それあるけどな。そんなお客さんがいるんだ。あ、男の子を産んじゃったらあげないよっつうんだね、うん、そうなんですよ。それ弱っちゃうよね。でどうしたの、どっち産んだの？いや、産んでないのね。チカちゃんは今まで生きてきて一番恥ずかしかったことなんてあんの？なんか厚底ブーツが流行ってた時。ああ、流行ってたもんな。あの時に、うん、階段の一番上から、うん、そのまま落っこって、うん、落っこっちゃった。こう仰向け、仰向けっていうんですか？仰向け。こっちはうつ伏せだ。いいじゃん、本人に仰向けと言ってんだから君も。うるさいな、なんだよな。ごめん、小獣みたいなね。本当に、うん、うつ伏せ、うつ伏せになっちゃった。下まで落っこってった。あ、だ、じゃあもうスカートの中なんか丸見え込んじゃないね、その時はやっぱちゃんと履いてるんでしょ？履いてますよ。やっぱね、普段は何？ミニスカートの。あら、ちょっとね、チカちゃんは今ちょっと遠い面にいるから、ちょっとね、どんな下から覗いていけない時もあるからな。大変。スカート？スカートです。あ、じゃあちょっと下から覗けないな。うん、こちらの、ね、レイカちゃんはズボンだからな。うん、あ、そう、ミニスカートなの。そうで、ね、ほんで、下着丸出しだね、それ。下着じゃないの？違いますよ。下着風の黒いキャミソール風の今流行りだからおしゃれだね。色白だもんね。ね、黒が似合うかもわかんない。ねえ、この
ね、電車の連結器みたいなネックレスねえ、エルメスでしょ、おしゃれでね。カラオケで歌う得意な歌なんてのは、あのちかちゃんあるの？あのグローブの、うん、ミニクラシックモーメント。素晴らしいね、よくわかんないけどもあ、そうなんだ。反対にレイカちゃんはカラオケ何歌うの？アニメじゃなくてなんかの、あの、うん、アライグマラスカルっていう、うん、この、うん、ロックリバーへって。これも素晴らしいことなんじゃないのあれが一番盛り上がるの。あ、そうなの。レイカちゃんの好きな芸能人って関根勤さんねえ、キャラクターも好きなんだね。反町とか、あのもう一人君が好きなのなんすか？竹野内とか言わないとこないよねあの、ちかちゃんは好きな男性のタイプってな？面白い人とか、うん、ノリのいい人とか、芸人さんタイプ、うん、あ、この3つ揃ってないとまずいのね。ノリのいい人タレントで言えば誰？まあ、とりあえず俺は置いといて、他にタレントですか？いない、わかんないんですよね。林家ペーさんみたいな感じ芸人っぽいし、ノリもいいし、面白いねいろいろなんか好みはあるんでしょ？好みはありますよ。ムキムキがいいとか。いや、ムキムキは嫌です。ムキムキダメ。こう胸の筋肉ピクピクって動く。なんか怖いじゃないですか。あ、そう。じゃあこう胸毛が首から出てるような T シャツから胸毛がこうはみ出る、それも嫌。それも嫌です、ね、顔立ちとかなんかないの？顔立ち、うん、誰か好きな顔立ち、スマップとかいろいろあるじゃん、東京とかいろんな、今ほら今をときめくかっこいい人たち。かっこいいって言ったら藤木直人さん。もう話を変えてみようか。知らないから。知らないからね。あら、そうなのね。レイカちゃんはお店に入って9ヶ月。そう。だいたいお店ってどのくらいで慣れるの？入って。うん、1ヶ月か2ヶ月ぐらい。あ、やっぱ1ヶ月か2ヶ月かかんだ。うん、本当、先輩とか後輩なんかのあれもちゃんと厳しい、それは厳しいのか。どうなのかしら。やっぱ長い人ってどのくらいいんの？やっぱ5年10年いる人いるの？そんなにそこまでいない。そこまではねえ、ラミア、クラブラミアちゃんだから一番あの年配の人ってどのくらいの人がいるの？あんまり分かってた。年上だったら23、うん、あ、23が一番年上、それで？あら、23だよ。あら、おじさんごめんね、失礼しちゃって、55まで来ちゃってごめんね23が一番年上なんだ。どう、世の中どう、あ、そうなんだ。へえ、あの女の子何人もいるんでしょ？まあ、そこ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 ってのはそこが2つだよねえ、あなたたちはどんな話すりゃ面白いの？例えば、レイカちゃん、レイカちゃんのが1つ上？そう、あ、でも同い年で早く生まれて誕生日が来たという。あー、なるほどね。あ、そういうことなんで、まあ、大体同い18、19で、そうね。その前俺何聞こうと思ったんだっけ？どんな話をしたら、どんな話をすればモテるの？大体、ああ、いきなりお店入ってくると、あら、レカちゃん隣に塀が立ったのに、塀じゃ笑わないでしょ？笑った今はこういうとこだから。で、最初来るじゃない、お客さんが。例えば僕が客で行くでしょ、もしかして若い人多いの？やっぱ、いや、お客さん50代なんて来る？来ますよ。あ、来る。あ、でやっぱスケベ親父50代、へーなんて来んの？います、います。あんた50代となるとちょっと親父クラスだもんな。どっち、お父さんだって、あなたのお父さんいくつぐらい？55だろ。おめでとないとしないな。あなたがだって50代だな。53とかそうだよな。俺どう、その50代の親父。いや、別に私は、まあ、仕事だからな。50代でも中途半端かえって80代の親父のがいいかもわかんない。来ちゃったよなな、レイカ来ちゃったよ人間ってほらどんどん可愛くなる、ね、うん、子供に帰るからね、うん、初体験とかいろいろあるんだけども、うん、まあその辺も中学時代にもやってるんだね、意外と。簡単と言われると余計恥ずかしいみたいな。最近なんか見た映画なんてあるの、レイカちゃん？映画なんか見てる時間ねえやな、大変だな。お家でビデオ見て。お家はビデオ、うん、ねえ、お家でヒデオなんか見ちゃダメだよ。面白い。好きそれ。チカちゃん、はい、あなたがチカちゃんか。大丈夫ですか？もうね、もうキャッキャ言うだけでももうなんかおじさん5年ぐらい分かんないって感じだから。そう、今どっか行きたい、あの旅行したらどこ、あのチカちゃんなんか行きたいの？外国だとどこがいいの？ロサンゼルス行きたいです。あ、ロスね。
あロスはいい、なんで、いや、なんとなくかっこいい、かっこいい、やっぱロスだよ、18、19なら、ロスの、ね、短くしちゃうところがかっこいい、うん、レカちゃんはオーストラリア、オースだ、オース、言わない言わない言わないよ、パリピリコなんで、シドニー、でもオーストラリア冬なのよ、うん、オーストラリアはちょうど、うん、そう、南半球です、ね、南半球だからな、うから、ね、うん、はい、の光が流れてきましたので、ごめんなさいね、 あと1分で終了ということになっております。ちかちゃんとれいかちゃんに会いたいという方は、はい、歌舞伎町にありますクラブラミアまでお出かけください、はい、電話番号は東京 03-3208-3332 3208-3332 です。では一言ずつですね、あのお店とかとご自分の PR を、あ、じゃあれいかちゃんの方から行こうかね、さっき誕生日したから、はいはい、うん、別にラッキーはないでいいけど、とにかくラミアに来てちょうだいと、ね、今度も、まあ、若い子がすごい多くて、女の子たちも結構可愛い子が揃ってるから、ね、見せて、あんたたちに会わなくたって最高23だからな、どれ撮っても金太郎みたいな、いいよな、はい、はい、はい、じゃあちかちゃん、まあ、そう、アットホームなお店なんで、うん、飲みやすいですね、はい、うん、本当にあのホームが欲しかったら家に帰るって思う、お店でアットホームがいいんだからな、ね、ね、うん、はい、家に帰ってお店みたいにすればいいんだからな、わかんないですけど、落ち着かないですけどね、うん、はい、さらに詳しい料金などについては隔週の木曜日に発売の東京満足ニュースをご覧ください、はい、スタンド売店コンビニ等で、定価300円で発売中です。そうですね、僕もね、この満足ニュースのうちは青いで運転してるからね、もう非常に聞いた、何回も聞いた、ね、でも若いってことはね、もう肌なんかもうプチプチだもんね、触りたくてしょうがないですよ、親父それがね、あの生きがいだからね、もうただ触った途端に10年は生きられるから、まあ本当にね、冗談はとにかく、本当に今日はありがとうございました、はい、純ちゃんのブラボーパラダイスでした、はい、東京パラダイス、いやー、18歳19歳の女の子2人が出てった後は空気がよどんじゃったね、え、なんでなんかじとーっとしたものになる、失礼な、いや、すいませんね、申し訳ないです、かわいさんの、かわいさんの魅力があるからね、素晴らしいもんだよね、そびれててね、かわいさん19だって言ってればいいんだから、私は19よって言えば押されるね、ちょっと殴られますよ、たまにはここに来るときにセーラー服なんか着てきちゃったって、俺も学ランで来るから、いや、やっちゃったかなって、なんか昔の AV みたいじゃないですか、いろんなこと試さないとね、いろいろありますけど、もう世の中ね、素晴らしいことだ、そうだ、コスプレで作りましょうね、自分が好きな格好してくるの、よーし、俺なんかこれ金太郎になって帰ってくる、金太郎の腹掛けだけであとスポンポンでくるダブル金になってるからな、うん、まあでもあんたの舞台が9月22日から30日まで、ね、新宿どこ、シアタートップスって、うん、もうすぐだね、はい、私殺されちゃうんです、あら、そういう役なんだ、自殺か、私もまだわかんない、わかんない、まだストーリーができてないんだね、死んじゃう、うん、まあそれは、あ、どう私も反応していいのかわかんない、あ、それは良かったねとでもなんかすごい嫌ですよ、自分が死んだ話とかをね、即興でみっちゃんがじゃあ死んだっていうことで即興やってくださいって他の人にやらされるのを横で聞いてるのってすっごい嫌なんですよ、うん、あ、まあ俺人の話興味ねえから、もういいよ、じゃあ喋んないよ悪かったな生きる話のが楽しいね、これからね、いろいろある、あ、そういう演出家の人がやるんだ、いろいろ要求するんだ、俺たちだけ新人にね、あのエレベーターの中の、あの即興みたいなやつ、ああ面白そう、うん、でバッと面白くないと俺たちもわけわかんないけど、とりあえず灰皿だけ投げときゃいいかなと思ってふざけじゃねえ、何だその芝居は、じゃあ先生やってみてくださいって全然できないはい、時間が来ました、はい、来ましたね、はい、お相手は高田純次と川井美智子でした、来週も東京パラダイスでお会いしましょう、さようなら。